皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。いつの時代も世界中の人々の生活から消えることなく残り続けている芸術、美術館やアート作品が立ち並んでいるコーナーがあるとつい立ち寄りたくなるという人も多いのではないでしょうか。文芸や彫刻、絵画、音楽など芸術にも様々な分野があり、時代が変わってもなお愛され続けている作品もたくさん存在していますよね。芸術の国といえば、歴史的にフランス、ドイツ、イタリアといったヨーロッパ諸国が挙げられます。クロード・モネやフィンセント・ファン・ゴッホは19世紀のヨーロッパ絵画を代表する芸術家として有名。そしてそんな印象派の画家たちに当時大きな影響を与えたのが、日本独自の芸術として知られる浮世絵だと言われています。そこで今回は、現在も世界から高く評価されている浮世絵に関する話題を取り上げていきましょう。後半には渓谷のネット上で話題になっていた朝鮮を描いた浮世絵画家についても紹介しますので、最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。浮世絵とは、江戸時代初期に成立した絵画様式の一つです。絵師が筆で直接描いた肉筆画と、絵師が描いた絵を彫って木版ですり上げた木版画の2つの表現方法があり、当時の日常に見られる文化や習慣などが色濃く描かれています。浮世絵は当時、庶民が楽しむための安価な品物として人気を博しました。肉筆画は大変高価なものですが、木版を一つ作れば何百枚も同じ絵をすることができる木版画の誕生により、一般庶民でも浮世絵を手軽に購入することが可能になったのです。浮世絵という言葉の成り立ちには諸説あります。その一説によれば、この世は浮世で嫌なことばかり、それならばウキウキと浮かれて楽しくこの世を謳歌して暮らしたいと浮世の字が当てられたのではないかとのこと。過去と比べて庶民の暮らしが良くなり、町人文化が発展していった江戸時代、それまで芸術を担っていたのは上流階級でしたが、日本の歴史上初めて町人が文化の中心となったのでした。最初の浮世絵師は見返り美人で知られる菱川師宣だと言われています。当初は木版で印刷された版本の挿絵から独立して描かれるようになったモノクロの墨摺絵でした。これが街に出回り、庶民の鑑賞用として広がっていくと、やがて人々はより豊かな色彩表現を求めるようになります。これに応えるべく登場したのが、インドのベンガル地域で産出された赤色顔料の炭を加えた炭絵、そして紅花から取れる紅を加えた紅絵です。しかし炭絵や紅絵は人の手によって筆で色を施していたため、量産はできませんでした。そこで1745年頃に藩による彩色を施した紅摺絵という製版技法が生まれます。色板をする際に色がずれないよう、版木に目印となる見当をつける工夫がなされ、これにより版木を使って色を加える木版画の制作が可能になりました。その後、浮世絵師の鈴木春信を中心として多色摺りの錦絵という技法が確立。錦絵は様々な職人が分業で共同制作し、同じ絵柄の絵を何枚も仕上げていきます。まずはプロデューサーにあたる版元が題材や企画を考え、絵師が版元の意向に沿って下絵を描きます。その後、彫り師が下絵に沿って版木を作り、最後に摺り師が版木に色を乗せて摺り上げていくのです。10色以上もの色を重ね摺りする版画も登場し、専門集団によって摺り上がった錦絵の鮮やかな色彩は江戸の人々の人気を集めたのでした。特に人気が高かったのが、歌舞伎の俳優を描いた役者絵や女性の美しさを描いた美人画など、人の姿を描いたものです。初期には全身を描いたものが多かったのですが、1780年代に入ると美人や役者などの人物を胸像の構図で描いた作品、大首絵を主として描く絵師が現れます。
北川歌麿の大首への美人画は大ヒットし、さらに東秀斎写楽による歌舞伎役者の似顔絵を描いた役者絵も脚光を浴びるなど、浮世絵は人気者のブロマイドやポスターのようにして扱われました。しかしあまりにも民衆の心をつかんだため、1842年に行われた天保の改革では幕府により美人画や役者絵は絶版とされてしまいます。その後幕府から厳しい重圧がある中で発展したのが風景画でした。江戸時代後期になると庶民の間ではお伊勢参りなどの旅行ブームが起こっていました。全国の景勝地を描いた名所絵がポストカードやパンフレットのようにして親しまれ、なかなか旅行へ出かけられなかった庶民の目を楽しませたのです。各地の美しい風景やそこで生きる人々のひたむきな姿を描いた葛飾北斎や歌川広重が活躍していくことになります。このように浮世絵は一般庶民の楽しみや時代の流れに合わせて多様化していきました。そして江戸時代後期、外国船黒船の来航に伴い、日本の工芸品や浮世絵が海外に持ち出されるようになります。19世紀中頃の万国博覧会への出品などをきっかけに日本美術が注目され、ヨーロッパの芸術家に大きな影響を与えることになるのです。特にフランスやイギリスでは日本文化への関心が高く、当時ヨーロッパで流行した日本趣味はジャポニズムと呼ばれました。安価な浮世絵は世界でも瞬く間に人気となり、熱狂的収集家も現れるほどだったのだそう。浮世絵が世界の注目をさらった理由の一つとしては、浮世絵に使われていた日本を含む東洋独特の絵画技術が挙げられます。浮世絵は西洋芸術にはない平面図、輪郭を用いた絵画法により描かれており、このような線を重視する絵画方式は物や人物をありのままに描く写実画が主流である当時の欧米諸国に衝撃を与えました。浮世絵に魅了され、自分の作品に浮世絵の要素を取り入れた芸術家は多く、例えばゴッホは歌川広重の浮世絵名所絵、名所江戸百景を模写し、またクロード・モネのラ・ジャポネーズはジャポニズムの影響を受けた作品として世界的に有名。その他エドガー・ドガをはじめとしたたくさんの画家たちの色彩感覚にも影響を与えていきます。浮世絵の直線と曲線による表現方法は、その後世界中のすべての分野の絵画、グラフィックで当たり前のように見ることができるようになりました。浮世絵から取り入れられた形状と色彩構成が現代アートにおける抽象表現の成立要素の一つと考えられています。その後は家具や医療、宝石に至るまで様々な工芸品のグラフィックデザインに日本的な要素が取り入れられるようになりました。近年アニメや漫画など日本が生み出した多くのエンターテイメントが世界で注目を受け、日本文化ブームが起きていると言われていますが、その昔最初に世界に大きな影響を与えた日本のエンターテイメントは浮世絵だったのですね。日本ブームを最初に巻き起こした浮世絵は欧米芸術に新しい価値観を与え、現在でも芸術として高く評価されています。さてそんな浮世絵はお隣の渓谷でもたびたび話題に上がっています。大正昭和期に活躍した日本の浮世絵師川瀬波水による朝鮮の風景を描いた作品が注目されているようなので、続いてそちらを紹介いたしましょう。朝鮮を描いた浮世絵画家が渓谷のネット上で話題に。川瀬波水は衰退した日本の浮世絵版画を復興すべく、新しい浮世絵版画である新版画を確立したとして知られる人物です。近代風景版画の第一人者であり、日本各地を旅行し旅先で写生した絵を原画とした版画作品を数多く発表しました。葛飾北斎や歌川広重などと並び称されるほど海外でも高く評価されています。1930年代、
破水はいろいろな事情により数年スランプに陥っており、1939年に画家仲間から朝鮮半島への旅に誘われます。初めて目にする異国の風景に魅了され、その経験に基づいて破水が制作したのが朝鮮八景や俗朝鮮風景です。その他にも数多くの作品が紹介されていましたので、その一部をご覧いただきましょう。紹介されていた川瀬破水の作品には、渓谷の人々から様々なコメントが寄せられていましたので、いくつか紹介いたします。渓谷の反応。最近の日本アニメみたいに描くんだね。当時、日本の陶磁器は渓谷よりもレベルが高かった。渓谷の絶頂期は高麗だった。朝鮮時代に入ると、商業と工業を蔑み、鎖国によって自ら破滅の道を進んでいく。王朝が長く続くことに何ら意味はない。重要なのは物質文化の水準と豊かさであり、それが徹底的に排撃された時期が朝鮮時代だ。ひたすら哲学に没頭し、質素と貧困を美徳とした。三国時代に使っていた車輪が消え、そして馬車すらも消えてしまうという暗黒の時代さ。この版画を浮世絵って言うんだよ。こう見えてもゴッホ作品とかに影響を与えている。当時の朝鮮は自然だけは綺麗だったみたいだ。日本は嫌いだけれど、こうした文化的力量は確かにある。日本人の手先の器用さは特別だ。そういえば英国は中国の影響をたくさん受けたからなのか、絵に現実感が足りないよね。俺は渓谷人だけど、浮世絵師として有名なあの写楽が金香道という説があるらしいね。朝鮮で金香道が失踪した時期と写楽が登場する時期が一緒で、清朝が密使として日本に派遣したという説があるとか。コメント欄には作品に対する意見や朝鮮時代についてのコメントが多く見られましたが、中でも驚いたのは、顔立ちや表情を誇張した技法を駆使した役者絵が脚光を浴びたあの東洲斎写楽が実は朝鮮の画家金香道だった説があるというものでした。調べてみると、金香道は朝鮮王朝後期を代表する画家の一人とされており、新純福、趙商業とともに三縁と称されている人物です。この東洲斎写楽は渓谷人だったといった説は本にまでなっているようで、本のレビューなどを見ると写楽が朝鮮通信使であり、李氏朝鮮のスパイであったという内容のようです。この本では他にも江戸時代後期の絵師十返舎一九も朝鮮通信使だったと主張しているそうで、数多くの批判を受けたのだとか。確かに写楽は約10ヶ月の短い間に役者絵やその他の作品を反抗した後、忽然と姿を消した謎の絵師として知られていますが、様々な研究の末、現在では阿波の能役者であった斎藤十郎兵衛だとする説が有力になっています。東洲斎写楽イコール金香道の題材は渓谷で映画化に向けた動きが見られたこともあるんだそう。ちなみに渓谷は2019年に国際地学オリンピックの開催国となった際、葛飾北斎の有名な浮世絵神奈川沖波裏と渓谷の国旗太極旗を合成した絵を渓流広報用挿絵として掲載してしまうという珍事を起こしたことがあります。国際地学オリンピックとは、高校生を主な対象とした地学の問題を解く能力を競う国際大会です。会場となるテグ市が開催期間中に配布した情報誌には、神奈川沖浪裏に描かれている青い波の間の船や富士山、
落款、作品が完成した際の作者の署名、捺印などを消して太極旗を重ねたイラストが掲載されており、日本の有名な波の絵を合成したことは渓谷に吹き荒れた日本の波を象徴したデザインで国際的恥さらしだと手ぐしの教育界からの批判を受けたのだそう。基本的なデザイン知識があれば日本の浮世絵だということが分かったのかもしれませんが、美術専攻者でない広報担当者がポータルサイトからイメージを探して使ってしまい問題が起きたと説明されており、手ぐし関係者はこのような事態が再発しないよう注意するとしていました。国際大会に使う大事なデザインがくしくも日本の波に翻弄されて不安な渓谷を表現するようなものになってしまったというわけなんですね。まとめ。現代において浮世絵は海外からの人気もあり、今では日本を代表する美術品となっています。世界の名だたる芸術家にも影響を与えてきた芸術ですから、美術館で浮世絵や世界の芸術家たちの作品を鑑賞するときには、ぜひジャポニズムと浮世絵の関係を思い出してみてください。これまでとは違った新しい感情や印象を抱くことができるかもしれません。日本で生まれた浮世絵が海の向こうの人々の心を揺さぶり、その中から生まれた作品がまた私たちの心に触れ、心動かされている、そう考えると感慨深いものがありますよね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。